こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。いいですね。ね。台風がね。うん。なんかすごい、本当被害が出なきゃいいなって、もう祈るのみなんだけどさ。うん。もう昨日から台風一色だね、ニュースはね。なあ、なんか大きな台風だっていう話だしな。うん。まあ今年はそういうちょっと、水だな。水、そうだね。なあ、うん、ああまあ台風も多いし、うん、もう21号でしょ。そうね、多いよね。初めないなと思ったらなんかバタ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 ってなんか あったじゃん。なんか毎日台風が発生してた。そう何号つってね。そうだね。なんかさ、うん、もう異常気象って毎年言われてるけど、多分これがだんだん当たり前になると思う。そうだから異常気象という変化だからな。うん、うん、だから次の違うこうなんていうのかな、うん、状況に行く場合は、うん、その変わり目ってのは当然異常ってことになるじゃん。うん、だからなんていうの、今までが当たり前だという感覚が、うん、な、うんうん、あの異常っていう言葉を生むわけだから。うんうん、あ、今までのがずっと続くっていう保証なんかどこにもないからさ。そうだね。うん、人間ってことを年取ってきてさ。うんな、うん、だんだんなんかガタガタしてきたりするわけじゃん、体は、うんうん、な、うん、これもまた異常っちゃ異常なんだし、そうだ、ね、若い時を基準にしてしまうとね。そうだよね。だ昔は真っ暗な髪なのになんで今白なんだろう、異常だっていうの、そうそれを受け入れなくちゃいけないことだよね。そう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 、うん、だから昔だって地球はさ氷河期だったわけだからね。うん、そう、うん、でしょ、それでも不思議じゃないわけじゃん。そうだから何があったって不思議じゃないんでさ、うん、それを自分の理解可能な部分だけで、うん、物事を収めようとしてて、うん、それこそ想定外とかさ、うん、ね、うん、なんか理解できないことはないことにしたりするわけじゃん、うんうん、な、うん、そうやってるからさ、うん、あの問題解決していかないんで、うん、やっぱりもう受け入れるしかないよこれ、うん、もうあの、回避したりとか、うん、なんか自分の力でできることはあるよ、うん、な、うん、それはやる必要あると思うけど、うんうん、多分世の中のどれくらい割合は分からないけども、ほとんどが自分の力の及ばないことだと思うよね。そうだね、うん、ああそうだと思う、うんうん、それをやっぱりなんかそういうものはさ、うん、もう受け入れざるを得ないじゃん、もう、うん、どうしようもないんだから、うん、ね、うん、うん、だからその辺って大事だと思うんだよね。うん、難しいよね。でも本当に何だろう、想定外でさ、誰も責任、うん、ね、政治で言うと想定外だったって誰も責任取らないけどさ、うん、いや本当にそうかいってね、うん、あんたたち本当に両親心の内からそう思ってんの、想定外だったって、うん、いや実は何かできることがあるんじゃないかって、もしかしたら心ある人は個人を持ってるかもしれない、うん、虐待だもそうだよね、たくさんの子供が少子化だとかって言いながらさ、たくさんの子供が死んでるわけじゃん、うんうん、それもなんかちょっと考えた方がいいんじゃないかと思うんだけどもさ、うん、それはなんか自己責任みたいなさ、うん、親が悪いとかさ、うん、ね、その親の育てた親が悪いみたいなさ、そういうとこに持っていくけどさ、そうならざるを得なかった人たちのことにちょっと思いを馳せてみるとかさ、なんかさ、ちょっとなんかみんなね、だけどそれはやっぱりそれはあると思う。その、いやもちろん、まあ、あの、うん、要するにやっぱりさ、国とか、ね、うん、まあ、政府もそう、うん、あの自治体もそうだけどさ、うん、それはやるべきことあるだろうし、うん、ね、うん、そこがこういろいろとやっていく必要はあるんだろうけどさ、うん、やっぱりそこにばっかり論点を持っていくと、うん、多分泥沼だよね。そうかもしれない、だけど私が言いたいのは、うん、例えばその、まあ、別に公務員の人に文句言うわけじゃないけども、うん、で公僕ということでさ、うん、勤めたんだったらなんか今みんな後ろ上ばっかり見てるじゃん、うん、上の顔色ばっかりこうやってさ、うん、なんか下の方全然見ないでさ、うん、上ばっかり見てるから、いやちょっと違うんじゃないって見ると方向が、うんうん、まあそうだけどさ、うん、それはそうだけど、ただでも例えばさ、あの夕張じゃないけどさ、うんうん、ああいうふうにこう、うん、破綻したところ、うんうん、要するにゴミの収集さえできないんだから、うん、破綻だから、うん、ね、うん、だからそういうふうな自治体もあるし、うん、だからそう考えてみりゃ ね、うん、ね、例えばゴミ出しとけば処理してくれる、処分してくれると、うん、いうふうなさ、うん、環境の中で生きてるんだからさ、うん、な、だからどこでこの折り合いつけるかよ、うん、ね、それは例えばサービスを受けるかもおかしいと思うよ、うん、なんか何でもかんでもさ、なんか文句言ったりとかさ、うん、で警察に電話してさ、なんか虫な何とかを駆除してくださいとかさ、うん、そうやって言うんだって、うん、それってなんか違うんじゃないのと思うけども、うん、何でもかんでも誰かにやってもらおうっていう風潮も良くないし、うん、やっぱりさ、ちっちゃなコミュニティで助けて会うみたいなさ、うん、困ったら助けて、いやその中でどうしようもないことはここに頼もうとかさ、うん、なんかそういう知恵をさ、本当働かせないとさ、生きていけなくなると思うよ。そうそう、だからね、まあ、健康保険だってさ、うん、本当に便利なもんではあるけれど、うん、
ね、必要かもしれないけど、だけどもさ、うん、やっぱり必要ない人を使ってるってこともあるわけだからな。いや、それもなんか今問題になってるみたいでね、なんか外国の人が日本に来て、ね、短期間だけで大きな手術とか、うん、国民健康保険使ってそのままもう出てきちゃったみたいな、うんうん、そうするとじゃあ外国人はダメだってそれもおかしいし、そういうふうに言うのも一律ちゃんとね、長く頑張って日本にさ馴染もうとしてっていうか、一生懸命頑張って両国の架け橋になってるような外国の人もいるのに、うん、一部のそういう人のためだけに、うん、なんかそんなふうに外国人はみんなダメだみたいに言われてもおかしいしさ、うんうん、なんかもうすごい針がさ、もう極端に、そうそう、だからさ、もう社会そういう社会問題はもちろん大事だけど、うん、それはそれでさ社会問題として語る場も必要だろうけど、うん、そういうことをさ、うん、そういうことばっかりに目が向かってるとさ、うん、やっぱ自分自身の生活という か、うん、か変わっていかないよね。そっちのばっかりのせいになってしまってさ、うん、いや国が悪いからこうなんだっていうことになってしまうからさ、うん、そうじゃなくて、うん、もちろん国の悪いところもあるだろうし、うん、ね、うん、市が至らないところもいっぱいあるだろうし、うん、公務員が、ね、うん、の一家の仕事の仕方もあるだろうけど、うん、ただでももっとやっぱりそれと同時にさ、自分はどうするのか、うん、 そうですね、そこにさやっぱりもっと焦点当ててさ、うん、やっていかないとさ、うん、やっぱり自分の身は自分で守るぐらいの気持ちはある程度は持っとかないとさ、もうそれはずっと思う、誰かが何とかしてくれるっていうのは、うん、最後の際もうやってやって最後もどうしようもなくなって、うん、誰かがやってくれるっていうのはそれは OK だと思うわけ、うんうんうん、それまでの努力をしたかって言って、でもじゃあその努力っていうのが何だろう、無駄な努力、無駄なっていうか全ては全部必要なことだと思うんだけど、なんか努力の方向とかさ、それとかさ、うん、もういろんなことがさ、もうひっちゃかめっちゃかで、うん、なんかわけわかんなくなっちゃってる人がすごく多いと思う、うん、そうだよな、うん、だから私だって偉そうなこと言えないけど、うん、やっぱり少しでももうバーッとぐちゃぐちゃの時には優先順位をつけていくとかさ、そうそうそう、うん、それが必要だよね。だからさ、例えばね、うん、まあ、まあ、イルカの畑もやってるけどさ、うん、ね、今あのこうメールが来たのはさ、うん、15日参加しますっていうこうね、うん、メールなんだけどさ、うん、ね、あれでもさ、うん、やっぱしこう一つには自分で食うものを自分で作りましょうという、うん、基本はね、できたら ね、うん、ね、うん、何野菜が高いよなんてさ、うん、ブーブー言うんじゃなくって、うん、ね、自分で作ってみて、うん、ね、そしたらさ、うん、野菜がスーパーで売ってる野菜がいかに安いかってことが分かってくるわけでしょ。そうね、おかしいってことがね、うん、これおかしいってことがね、なんでなんか文句ばっかり言ってさ、うん、作ってる人の気持ちなんか分からないんだから、うん、でも自分たちやればあ、草がいっぱいあって大変だとかさ、うん、いろんなこともわかるじゃん、うんうん、なあ、それが一つと、うん、それからもう一つはやっぱりそれを中心にしながらコミュニティ作りをしていくという、うんうん、ね、やっぱこう、うん、あれともね、畑とか田んぼとかさ、うん、農業っていうのはその一つのコミュニティがあって成り立っていくもんだよね、うんうん、だからそういう面ではね、うん、この畑やりながらコミュニティ作りをしていくというふうなこと、これもね、うん、やっぱり自分を守る手段だと思うんだよね。ね、だから百姓っていうのは、ね、百の仕事があるって、うん、佐伯さんがね言ってたけど、うん、本当にその通り、ひたすら雑草だけ、子供がでも雑草だけ、こういう葉っぱの草だけ抜いてって言ってさ、うん、やることもできるかもしれないし、それにやっぱりそういう自然を学ぶことができるわけよ、うん、雑草が悪いと思って雑草をきれいにするのが今の農業だけど、うん、でもその雑草がすごい役割を果たしている、うん、雑草があるおかげで作物ができたりするわけよ、うん、それのこうそこにじゃあ人間はどう介在すればいいか、うん、ほったらかしちゃダメだからね、うん、人間がいやじゃあこれ多少は買っていくとかさ、うん、いうことも含めてさ、うん、ね、介在どう介在していけばいいかとかさ、うん、虫だとかさ、うん、ね、今虫の嫌いな子いっぱいあるけど、でも、うん、虫がいない社会ってどんな社会になるのかって、大変な社会になっていくということもさ、うんうんうん、やっぱりああいう多様性があるからこそ成り立ってるとかさ、うん、そういうこともさやっぱり学べるわけよ、うん、なんかテレビつければさ、コマーシャルさ、除菌だ消臭だって言ってさ、うん、もうすごいんだよね、もう菌をもう悪者にしてるけど、うん、で私たちの腸内細菌がなかったらどうなるのっていう、そういうことだよね、うん、と思うんだよね。だからそういうふうにさ、うん、やっぱりもう自らがさ、うん、ね、何かこう動きながらさ、うん、一つの、なんていうの、社会を作っていきながら、小さな社会を作っていってさ、うん、そこでまずは幸せになる、うん、ね、うん、うん、でそれがさ、いろんなところで起こってくればさ、うん、世の中変わるんだからさ、うん、うん、あ、俺はそれは大事だと思うね。でその中からまた本当に手に負えないどうしようもないものってが多いっていうことをまた学んでいくわけでしょ、うん、
台風来たらこれどうしようもないじゃん、もう台風じゃあどうやって我々うちだけ晴れるようにしようかって無理だ、台風止めることはできないからね。そうだから台風が来る中で、うん、さあその中でもじゃあどうやったら安全なのかとかさ、うん、ね、どうこうあのこの台風の、期間を過ごせばいいかとかさ、うんうん、そういうようなことをさ、うん、だと思うよ俺は、うん、って言うんだろう、頼りすぎてもいけないし、うん、一人でやろうっていうのもいけないし、うん、そのバランスをどうとってやっぱり中庸だよね。そうそうそう、いい塩梅で生きていくなんか知恵っていうかさ、うんうん、心がけっていうかさ、そうだな、それが必要なんだろうなと思うな。そういうことよ、うんな、うん、はい、そういうことでどうもありがとうございました。ありがとうございました。台風気をつけてください、はい。